セガマニアの皆さん、こんにちは。ジョン・カビラです。本日は決勝トーナメント準決勝戦をお送りいたします。解説は引き続き北澤剛さんです。北澤さん、よろしくお願いします。こんにちは。よろしくお願いします。さて、北澤さん、今日の見どころを一言でお願いします。はい。両チームともにね、ほぼ互角の力を持っているんですよね。面白い一戦になるでしょうね。そうですか。わかりました。さあ、両選手がピッチへ姿を現しました。さあ、前半戦がスタートしました。先頭。さあ、右から上がっていきます。パスの交換。いきなり狙ってきた。こぼれ球に詰める。豪快なシュート。いきなりゴールネットを揺らしました。マキ。少しずつ上がってきました。あーっと、誰もいない。奪い返した。シュートに行く。ここはしっかりと決めてきました。同点。ちゃんと周りが見えてましたよね。先導。さあ、ここから組み立てていく。いいパスが通りました。ゴール。力強く勝ち越しのゴール。そうですね。でも痺れるプレーでしたよね。キーパーどうしようもないですよね。ロングシュート。ボールがこぼれた。押し込んだ。これでまた同点です。ここまで両者一歩も譲りません。ちょっとまだ探り合ってるといったところでしょうかね。サイドを変えます。しかしこれは通らない。ここでインターセプト。こういうの危険ですよ。さあ、中に入れる。そのままシュート。決まった。再びリードです。はい、今日は乗ってますよね。いいパスが通りました。よく止めた。いいディフェンスですよ。さあ、カウンター。攻めの時間帯ですね。ミドルレンジから狙った。ゴールマウスに吸い込まれた。突き放します。攻守の切り替えというか、そういったポイントも早いですし、いいですよ。ここは守備の網にかかりました。なんとかこの雰囲気を変えてね、相手のディフェンスをこじ開けてほしいですよね。ここから打つか。あっと、入った。これで3ゴール差をつけました。少し対応遅れ出してますね。おっと、コントロールミス。明らかに精彩変えてますよ。集中してほしいですね。ミドルレンジから狙った。こぼれ球に詰める。もう止められません。怒涛のような連続ゴール。これはね、ちょっとね、彼を止めるのは難しそうですよね。さあ、中に入れる。しかしこれは通らない。厳しい状況になりましたね。おっと、ロングシュート。あっと、クロスバー。ちょっと狙いすぎたか。おっと、前方へフィード。チャンスですね。ミドルレンジから打ってきました。固くねじ込みました。意地の一発。いや、シュート数でも完全に負けてるんでね、なんとか前に持ってって切り込んでいってほしいですよね。遠くから行った。いや、なんてアートなゴール。さらにリードを広げます。前半残りわずか。遠くから打ってきました。がしかしこれは外れ。先導。大量リードで前半を折り返します。If you can hold the ball in a hand, you'll be a great basketball player. さあ、それでは北澤さん、前半ご覧になった上でのコメントお願いします。そうですね、今日は見ていて主導権握られてますよね。今受けているプレッシャーをしっかり乗り越えて後半取り組んでほしいですよね。相手の実力を目の前にして、気持ち的にもだいぶ押されてしまった感じになってませんか。そうですね、相手の調子がいいとはいえね、これはちょっと予想していなかったんでしょうね。なるほど、後半の修正に期待しましょう。さあ、後半どういう試合展開になるんでしょうか。さあ、観客の見守る中、開始の笛が鳴りました。先導。優位に試合を運んでいます。さあ、打っていった。容赦ない一発。全く手を抜きません。まず1点縮めることを考えて、しっかりプレーしていってほしいですよね。さあ、どうだ。これを拾って。いやー、ちょっと焦りましたよね。先導。力強いドリブル。左サイドに展開。ミドルシュート。これが決まった。ゴール。難しいボールでしたけどね、うまくピンポイント出ましたよね。マキ。
なんとか一矢報いたい。いいボールだ。一つ点差を縮めましたが、依然大差を追っています。確かに負けてはいますけど、諦めてはダメですよね。ここでボールをカットした。いいプレッシャーだ。中へ入れた。これはどうだ。意地の一発。じりじりと敵に迫ります。よく踏ん張ってると思いますよ。どう。ここは決めて引き離したい。ミドルレンジから狙った。こぼれ球に詰める。ダメ押しの追加点を奪いました。やはりここはきっちりと決めてきましたね。終盤になっても運動量が全く落ちません。おっと、コントロールミス。しかしインターセプト。タイトなマークです。あっと、これは痛い。ちょっと焦りましたよね。このパスは通らない。少しプレーが荒くなってきましたか。まあしかし見てるとちょっと動き悪くなってる感じもするんですよ。この距離からどうだ。いい形で切り込んでいったんですけどね。いや、惜しかったです。ここから打った。決めました。とどめとなるゴールか。このゴールで少し余裕が出ましたよね。マッキー、サイドを駆け上がります。おっと、ロングシュート。ここで決めてきました。頑張った。果敢に奪いに行きます。いいプレッシャーだ。連続ゴール、やってくれました。来ましたね。このボールをカット。またチャンスですね。くさびに入って、しかしカット。いや、しかしもったいない。どう。ゆっくり攻めていきます。左サイドが、しかしカットされた。残り時間がもうありません。あっと、これは痛い。これは気持ちが強すぎたのかもしれませんね。さあ狙っていった。これが決まらない。マッキー、もう後がありません。最後のチャンス。あっと、激しい奪い合い。どう。ペースを作ります。おっと、このボールはパスミスとなります。遠目から放った。わずかにそれてしまった。ここで試合終了のホイッスル。どう。圧倒的な強さを見せつけました。ついに決勝進出を決めました。本当ね、見せてくれますよね。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。ありがとうございました。皆さんごきげんよう。さようなら。さあ行こうか。先導はマキオも超える器だぞ。俺はそう信じている。神奈川ナンバーワンの看板は今日限り下ろしてもらう。うちの先導がやる。うちの先導がやる。こいつその気がないわけでもなさそうだ。この先導がすげえ。マキさんと一対一でこんなにやり合えるやつを初めて見たぜ。俺がこれからはもう絶対抜かせない。足を掴んでもな。先導だ。打点が高い。世代交代の時が来たのかしら。先導なら。